ャベレット解放区の酒井です。本日は昨日のまた続きになるんですが、ここキックカバー外したところ、ここのこのここなんていうクラッチっていうんですかね、スプリングがついて、もうここがもう完全にロックしてるんですよ。でここをちょっと一回外していきたいんで、まあ、そんな動画になります。もう多分ちょっとここがロックしてますね。なんでどんな理由があっても、まあ、どこあれなんですけど、どんな理由があってもミッションオイルは入れないといけないですね。はい、すいません。じゃあちょっと作業進めていきます。まあ皆さん絶対分かっていると思いますけど、オイルは入れた方がいいですね。たんですけど、ちょっと状況変わった。それにしてもですよね、これあれですよね、そういうので抜かなあかんすけど、これキックがガーンってなったのか。いやーちょっと待って。なんですけども、ここ抜くしかない、これ取るしかないですかね。ここは厚みを捨てる。うわーこれ引っかかるとこがないですもんね。これ普通もっとここに間があるから、中心に行かない。けどこのクーラーちょっとここがまあいいっすか。
ーシャフトの ということですね。なんで、まあ、ちょっといろいろやっぱりここは、まあ、けど見ちゃった。どっちちょっとまずいな、これは。ミニシャフトがどうだったの、今のちょっと動画を自分で見しますね、やっぱり。けどなんとかエンジンだけ。はい、ありがとうございました。本日の動画はこれぐらいで終わります。またいろいろコメントいただけると勉強になります。よろしくお願いします。